皆さんこんにちは。好意を寄せている女性に連絡をしているのに全然帰ってこないと、とても心配になっちゃいますよね。何回もスマホをチェックしてしまったり、どうして帰ってこないんだろうと果てしなく考えてしまったり、きっと皆さんいろいろな過ごし方をして返信を待っていることでしょう。さて今日は、好きな女性から連絡が来ないときに絶対にやるべきことについて解説していきます。今日ここでご紹介することを実践すれば、きっと辛い時間が少なくなるはずです。ぜひ参考にして実践してみた感想などもコメントいただけたら幸いです。では今日も私と一緒に勉強していきましょう。1、追いかけすぎないこと。女性に連絡をしてみたけど帰ってこないという場合は、とりあえず冷静になりましょう。そして待つのです。半日経っても帰ってこないなら別の件でまた連絡してみるとか、丸一日帰ってこないから大丈夫？なんて送ってみるとか、そういうことをしているとちょっと追いかけすぎになっちゃうんですよね。間違いないのは、女性は送りたければ送ってくるということです。つまり送ってこないのにはそれなりの理由があるってことですよ。女性は返信が送れないくらい忙しいのでしょうか。でもあなたとの関係を重要視しているのなら、一言返すくらいできるはず。また女性はスマホの電源が切れてしまって放置しているのでしょうか。仕事にも使うかもしれないのに、そんなに放置しているとも考えにくいです。いろいろな背景が考えられますが、やはり間違いないのは、女性の中での優先度が高ければ必ず帰ってくるということですよね。相手が多少脈ありだったとしても、追いかければ追いかけるほど逃げていくという可能性があります。背中を向けられると焦って追いかけちゃうけど、逆にグイグイ来られるとちょっと引いてみちゃうってことですね。いつでも余裕を失ってはいけません。余裕を持ってとりあえず待ちましょう。2、理由を探さないこと。さて、返事が送られてこない時間が長いと、その理由を突き止めようとしてしまう人は結構多いと思います。でもその推理自体をどうかやめてみてください。そしてどうしても嫌われたんだとか、好きじゃないんだなんてネガティブに考えてしまう瞬間があると思いますが、これもやめましょう。相手が連絡を送らない理由なんて実際には山ほどあるんですよ。しかもそれが自分からすると全く想定外な理由である可能性もありますよね。想定外のことだってありえるのに、想定内の範囲だけで理由を探し続けても意味がないと思いませんか？それは八百屋さんに行ってお魚を探しているようなものなんですよ。理由がそんなに気になるなら、なんで送ってこないの？と聞いてもいいんですよ。ただきっとそれはあまり理想的ではないんですよね。重たいとかしつこいって思われるリスクがありますから、あれこれ考えても結果的に答え合わせさえできないんです。答えを探し続ける必要って実はないんですよね。3、他に夢中になれるものを探す。理由なんて考えるなと言われても、考えてしまうのが恋に落ちた人間の頭ですよね。難しいことを頑張ろうと思うと、結局またストレスだけが大きくなってしまいますから、切り替えを行ってみましょう。あなたの頭の中で考えないといけないものを切り替えるんです。今は好きな人のことで脳内がいっぱいだと思いますが、ぜひ他に夢中になれるものを探してみましょう。例えば元々の趣味があるのなら、それに没頭するんでもいいと思います。漫画をひたすら読んでみたり、ドラマをひたすら見てみたり、環境を新鮮にするというのも大事なので、行ったことのないカフェに行って飲んだことのないお茶を飲んでみるっていうのもいいですね。閉鎖的になっていると考えは凝り固まっていきます。新鮮なものを目に入れて、耳から聞いて、そして味わって、しっかり呼吸をして脳もリフレッシュさせましょう。そういうことをしていると時間は自然と過ぎていきます。少なくとも待っている辛さを感じないで済みますよ。4、誰かに話してみる。信頼できる友達や同僚、先輩がいるのなら、あなたのそのモヤモヤした思いを吐き出してみるというのもいいと思いますよ。先ほどもちらっとお話ししましたが、閉鎖的になっていると良くないんですよね。ずっと一人で考え込んでいると、頭の中に浮かぶ答えってどんどん極端になっていきます。だから他の人の意見を取り入れていくっていうのはとても大切です。もしかしたらこうなのかもねというような周りの意見を吸収していくことで、あなたの選択肢はどんどん増えていきます。
それで今後の自分の行動について選べるようになるし、いろんなパターンに対応できる想定が可能になるので柔軟性が増しますよ。これはその連絡をくれない女性との関係がもし終わってしまったとしても、間違いなくあなたの恋愛活動の糧になっていくのです。以前実際に好きな人から連絡が来なくて、絶対無視されてるんだと悩んでいる人がいましたが、その人はいろんな人と飲みに行った数日後に、悩んだ時間は無駄じゃなかったけどもうやめるよ、ご縁がなかっただけなんだよねと語っていました。どこで誰に何を言われたのかすごく気になりましたが、なんだか一回り成長した姿になっていましたよ。5. 同時進行はあり。一人の女性からの連絡を待つことに夢中になっていると、当然そこにあなたの全てが集中してしまいます。これはとても危険なんです。適度に心の負担は分散させないといけません。例えば一つのお家に全財産を置いておくと、そこが火事になったらダメージはかなり大きいですよね。あちこちの預金口座に分散して入れておいたなら、何かあってもダメージは小さくなります。これと同じで、誰か一人に夢中になるのは実はリスクが大きいのです。事実、複数の女性と同時に仲良くなること自体は何も悪いことではありません。だって友達を作る時だって、この人だけと決めて行動しませんよね。ジムでは毎回 A さんと話して、映画は昔から同じ趣味の B さんと行くけど、仕事で一番気が合うのは C さんというように、いろんなところにいろんな人間関係があって普通だと思うんです。恋愛関係が確定するまではたった一人の女性に絞って、その人だけに集中する必要なんてないんですよ。もちろん不特定多数の女性と体の関係を持ってしまうのはよくありません。女性は体の関係から心も入っていきやすいので、その特徴を分かった上で知らないふりをして不特定多数を夢中にさせるのはある意味罪ですからね。実際にできるかどうかは別として、恋愛関係に進めるたった一人の相手を見つけるために、同時進行で複数の女性とお出かけしたり遊んだりするのはダメなことではありません。ただ本命を決めたらその人にだけアプローチすること、全員に曖昧な態度を続けて補欠を作ろうとするのだけは絶対にやめましょう。以上、好きな女性から連絡が来ない時に絶対にやるべきことについてご紹介しました。5つのやるべきこと、ご理解いただけましたでしょうか。全てを必ずこなす必要はないんですよ。できそうなこと、やりたいと感じたことをやってみましょう。少なくともあなたは女性から連絡が来ないという状況を今どうにか乗り越えようと考え、この動画を開いてくれたんだと思います。その行動だけでもとても素晴らしい一歩だと思いますよ。たとえこのままその女性から連絡が来なくても、きっと上手に次の恋愛に移っていけると思うし、連絡が来たなら来たで冷静に対応することができると思います。相手の女性ももしかしたらたくさんの人と出会って毎回違うと感じ、スムーズに進まない恋愛に悩んでいるかもしれませんよね。自分が苦しい時ってみんな自分のことでいっぱいいっぱいになりがちですけど、それは相手も同じかもしれません。誰だっていいなと思った人に必ず相手にされるかというとそうではありませんよ。ああ苦しいと感じたらたくさん泣いてもいいと思います。でもどこでその涙を止めるか、どうやって気持ちを切り替えるかって絶対に自分で考えて決めないといけません。みんな周りの人は支えてくれると思いますし、私も力になります。でも最終的には自分で考えて、自分で行動して、自分で次のステップに移りましょうね。では今回の動画は以上になります。この動画が気に入っていただけましたら、グッドボタンとチャンネル登録をお願いします。最後までお付き合いいただきありがとうございました。